ランニング食堂チャンネルです。今日はコラボ、久しぶりのコラボですね。昔はなんかよく一緒に練習したりして話してたけど、住む場所が変わってこうがっつりちゃんと話すのも佐賀帰ってきた時ぐらいしかないからね。ちゃんと音声入ってる？入ってんのよ多分。はい、ということでね、まあ前置きはいいんですけど、ちょこちょこ俺のところにコメント来るけど、ここ合成じゃないですか、はい、同じ人が2役やってるんじゃないですかっていうコメントをよくいただくんですけれども、まあ、この動画でね、はい、もうこんな感じで合成じゃないよっていうのが伝わると思うんですけれども、最近知った人は分かりづらいよね。僕らの関係性を知ってる人は結構子さんの人だよね。今日の動画に関してはですね、お互い、まあ、彼はもう1個レースがあるんだけど、一応今シーズン何レースかな、3から5ぐらいはマラソン走っているんですけど、まあ、いろんなレースでいろんなシューズを試しましたということで、彼にですね、いろんなシューズの、まあ、感想なんかを聞いていきたいなと思います。で、今回ちょっと準備したのがですね、こちらアディオスプロ3ですね。僕らのチャンネルを知ってる方は結構この僕らが入っているからアディダスのアディオスプロ3を履き始めた方も多いんじゃないかなと思います。セールスにね、つなげた感じもあるんじゃない。うちのチャンネルで、この丸尾製作所として、ね、活動してると、クラブの人は履いてる人多い。履いてる率高い、アディオスプロ。一緒に練習してる人とかね、気に入って使ってくれる人多いんですよ。これらの練習会で大体アディオスプロで。まあ、本当いいシューズだったっていうところもあって、まあ、直接お会いした時にも、まあ、動画で言ってることは嘘ではないので、いいシューズですよ、みたいな感じで言ってたら、まあ、皆さん同じように使ってくださいました。はい、同じ。で、こっちはですね、僕のチャンネルでは結構おなじみの、ベイパーフライ3ですね。実家に帰省した時に彼に履いてもらって、ちょっといろいろとね、感想を聞きたいということで履いてもらっておりました。で、これ。でで、ね、先日買いました。軽っ。メタスピードスカイパリですね。はい。こちら。なので、今回はこの3足。まあ、大手3足じゃないですかね。アディダス、ナイキ、アシックスの最新のシューズを少しね、比較しながらですね、話してもらおうかなと思います。なかなか揃うことない。そうね。これ3足持ってる人いないんだよね。ちょっと比較していこうかなと思うんですけど。ランニング系 YouTuber も財力必要ですね。マジいるよ。だってさ、一足買うので3万ぐらいでしょ、うん、高くて4万ぐらいじゃん。で、まあ、あんまり公には言えないけど、5万回回れば1足分ぐらいなんかな。そんなにもらえるの？そんなもらえないか。じゃあ10万回ぐらいかな。そうね、そんぐらい回ればまあ1足ペイできるんじゃないかなって思うけどね。1足ペイすればいいってわけじゃないじゃん。だって、それでやっと五分五分だから、さらにそこの上を回ってくれれば、チャリンチャリンシステムになるわけじゃないですか。ただ、それはね、YouTuber としてはね、俺はでもそんなことのために靴は買いたくないと思う。自分が履きたいから買ってる。まあ、再生数目的では俺買わないようにしてる。今後そうするかもしれないけど、再生数に困ったら。だけど、そのスタイルはあんまり変えたくないなって、なんか、嫌じゃん。もうそういう時代は終わったかなって。自分の力で、そう、走りで見せるみたいな。なるほどね、ファイトスタイルで。そう、もう常にファイティングポーズ。どうしようかな。じゃあ最初これからちょっと紹介してもらおうかなと思うんですけど、僕の方からざっくりこのシューズの特徴を説明すると、カーボンプレート、カーボンのバーが入っていると、5本指のバーですねが入っておりますということで、その指一足一足に対して推進力が生まれると、はい、で、かつ軽量化を測るために、これね、知ってる？ここね、アディダスのすげえ中の人がめっちゃ速い人がいるの、ニックって言うんだけど、そのニックが小指つかねえからここ切っちゃえばよくねみたいな、それで生まれたらしいんですよ。で、まあ、そういった斬新なデザイン、ニック氏の斬新なデザインが取り入れられて少し軽量化を測っているというようなモデルです。ここ一部削ったからってそんなに軽量化になるの？まあそうだよ。その分でもここちょっと弱くなっちゃうじゃん、削れちゃうじゃん。でもここつかないからいらないんじゃね、その斬新さですね。はい。で、ミッドソールに関してはこれ確かペバー素材のライトストライクプロですね、はい、を使われております。厚さは 39mm で結構限界ギリギリの厚さで、
どっちかというと結構ドロップが少ないような全速馬で厚さのあるシューズです。で、これあなたは部長は結構ずっと使ってるよね。ずっと履いてたよ。もう俺ここ2、3年ずっとアディオスプロだったもん。あの、よかったらそちら使ってます。いつから？案件でもらって。案件でもらってからずっと履いてる。2もらったじゃん。うん、その時も案件でもらって履いてた。2からずっと使ってた。でも2の時は案件でもらったからにはレースで履かないとなと思って、富士山マラソンで履いた。で、それ以外は基本ベイパー2だった。それが2021年だよね。はい。で、2022年の秋ぐらいに発売したじゃん。そっからはもう全部これ。全部これだね。22の秋。たまに他のシューズも履くけど、メタスピード、スカイのプラスも履いてたし、ノーマルも履いてたし。俺のね。そうそうそう。お前から借りて、ノーマルも履いて、2時間21分か2分ぐらいで、淀川マラソンを走りました。あのレースも結構雨だったよね。雨で極寒の雨しか。くっそ寒かったよ。走っても走っても体温まんない。しかもあのなんか、芝生みたいなとこ走ってなかった。オフロードも。もう本当にね、あれ辛かった。結構ずっとオフロード。いやまあでも、周回コースだから何回かは通るけど、ずっとじゃない。まあ、鳴らすと1キロぐらい。1キロもないと思う。500ぐらいかな。メタスピードの印も結構痛い目出してた、まあ、悪くはないんじゃないかなって個人的には。奇跡としてはビヨン青たいビヨンドは失敗して、で東京してたから、ね、東京で跳ねたんだよね、これで。そうっすね、18本ちょい。はい。で淀川、何は淀川は21分は別の人だよ。メタスピード で去年のシーズンは、横浜で8位でしょ。はい。で、ビヨンドで4番。はい。で、しか中継なんだ。で、今年、別大。はい、別大。で、佐賀桜。あ、佐賀桜は別か。はい。これか。メタスピードのパリ。なるほど、ね。ってことはもう、ランチューバーの中では一番レースで使ってるんだね。そうだよ。俺ね、結構人情深いから。くれたからにはなんとかこれで走ろうって。あ、わかるよ。なんかこう、信頼してだってさ、配ってくれてるわけじゃん。これのアディオスと。その信頼になんとか応えたいっていうつもりで俺は入ってた。まあ裏の話をすると、使って結果が出たらもう一回仕事もらえる可能性もあるからね。そういうこと。でウィンウィンだもん。で、シューズもいいと。買ってしまいました。くれなかった。でも自分で買うぐらい良かったと思うんですよ。そうね。なるほどね。実際どうだった、そのレースを、ね、今紹介しただけでも5、6本は走ってますけど。うん、まあ普通にね、めちゃくちゃいいシューズというか、これ正直これ誰でも履きこなせるでしょうと思う。こんな、あのもう楽すぎるんじゃない。何も考えずに履いてていい。というと。なんだろう、別に特段マイナスがないってこと。そうですね、マイナスがあるとしたら、あのアッパーの作りが荒すぎる。靴ずれめちゃくちゃしまくってるから。でも靴ずれがひどくて、実はもうこれねちょっと乗り換えようと思った。どうしてもやっぱ足がねボロボロやっちゃう。俺の足がもう耐えられないよ。耐えられなくなって、もうちょうどいいタイミングだなってので買い替えた。メタスピード、うん、やっぱ多分当たりが強いと思う。この辺硬いし、ね、まあ触っててもさ、若干アッパーは強い。はい、そう、がっちりしてるというか。いい意味で補強材が強くて耐久性が高いんだろうなって思う。ベイパーなんかもう、その点はもう耐久性はほぼなさそう。もう、破れたらもうそこからすぐ穴開いちゃうって感じですね。まあ何より、これがいい部分としては、本当俺ドロップ差があればあるほどなんかこうロッカー機能があるっていうじゃん、うん、俺はこれあのドロップ差ほとんどないっていうのはおっしゃいましたけど、すごいドロップ感じる。それってなんでなんだろうね。うん、足運びがスムーズだなからもう誰でもないと思ってるでしょって思っちゃう。まあそうだね、こう自然とコロッとここに入ってくるね、ついたらコロッと。だから本当にね、楽なんだ走。まあ唯一ちょっと比べるとってですけど、重さがこの2足が200切ってて、こっち210ぐらいあるんですけど、その点重さに関してはどうでしょう。いや全然感じないよ。ただやっぱ履き比べると、あ軽くなるよ、重くなるよ。
まあでも履いててそんなに感じることはない。まあ確かにね。だって10グラムぐらいから水飲まなきゃ10グラム軽くなるもんね。うん。なるほどね。うん。そんなところですかね。気に入ってました。今は乗り換えたけど、その理由は靴が擦れてしまった。そう。靴擦れがひどすぎる。あなたにとって、そう俺にとってはそう。あくまで個人の意見。俺にとっては靴擦れがちょっと強すぎる。じゃあそれ買うときにはどこ見た方がいい？でもね、これがね、履かないと分かんないと思う。履いて42キロ走って、自分の足どういう状態になってるかを、シュースクってサービスしてますね。シュースク、あれでしょう、僕知ってるよ。詳しくは、記事、僕のブログの記事作ってるんで、それちょっと見てほしいんだけど、まあレン、シューズのサブスクのレンタルですよね。うん、やっぱあれで42キロ走ってみないと、正直その靴擦れするかどうかもわかんない。ただ、アディダスこれに関しては、俺5キロ走っただけでも靴擦れする。へぇー。やばいよ、この靴擦れ。どこが靴擦れするかっていうと、ここ。アキレス腱の部分。これだ？このカラーが？いやいや、もう全部。アディオスクは全部。このカラーになって、初めてのところでここを靴擦れしました。親指の。そう考えると硬いね。でこれ絶対に靴で起こす、起こるんだよ。じゃあ、ここ削る前にここ削るよって話は。じゃあ、アディオスプロス4に求めるのは、柔らかさ、そのアッパー。アッパー改良してほしい。ソリッドだもんね。そう、ソリッド。ソリッドっていう言葉が合うと思います。ありがとうございました。でも靴擦れをテーピングで補強してでも履きたいと思えるシューズ。一番弾力があるよね、なんか。ボンヨンって。あ、そう？そんな感じじゃない？返しが強い。うん。いや、何も考えずになんか速く走れる。俺ね、これちょっとこの後話すけど、この子が出る前はすげえ柔らかいなと思ってた。ソールが。そう。なんかメタスピードの1個前とか、プラスとか。なんか全然潰れねえな、みたいな。だってこれさ、前足部まで分厚いじゃん、アディダスプロって。だからそれがいい。だから、そのクッション感はあるよ。前足部で。でもスカイも前足部も厚いじゃん、プラス。でも、全体的に薄いじゃん。スカイプラス。これだってこれ、薄いんだもん。30ミリぐらいしかないんですよ、プラス。はい、パリになって、これと同じぐらいの39になったか。前足部分かんない。前足部も、後ろも30なのかもしれない。パリ。プラスは。ああ、なるほどね。じゃあ、どうだった？やっぱ俺ね、ここまで、クッションが効いてるやつ好きなんだ。前足部分で、クッションなんで。外した感じが、履き心地だし。だからそこも効いてるってなった。まあ、しっかり、他が、2時間18分まではできるし、そうだね。優勝ラインも入ってると。横浜、日本とあたり。なんならハーフマラソンでは優勝しましたね。何大会？山田記念。ああ、それ何分だった？68分ぐらいかな。67分ぐらいかな。それも雨の日だったね。雨の日ですね。ちなみに俺は、これ入って、あれ、日本で優勝しました。じゃあ実績はもう、当チャンネルでは実績が多数のシューズを。ちゃんと履きこなせたシューズかなと。だからおすすめしてよかったよね。そういう意味で言えば。まあ、こっちもね、まあ、おすすめしたからにはっていうのがあるから、ちゃんと実績残せてよかったなって。確かにそれは、せっかくだって俺らを信用して買ってくれてる人がいるんだから、その人たちがシューズのせいにしないでいい。まあ、それはある。ちゃんと実績を残しました。本当に速く走れるのかなっていう状態で走るのと、まあ、ちゃんと速く走れるシューズなんだって思い込んで走るのは全然違いますから。そうだね。だから、マルオ製作所としては、まあ、僕らをロールモデルに考えて、みんなこれを信用して買ってくれたわけですね。はい。ありがとうございました。次。次じゃあこれいきます？ペーパー。うん、久しぶりに履いたよ、俺。はい。ペーパーフライ3ですね。言わずと知れた元祖厚底カーボンシューズなんですけど、ミッドソールにはズーム X ですね。まあ、これも基本的な素材は一緒なんじゃないかな。レバー素材だと思います。でそれを超臨界で作ってるので、結構発泡力が強いということで、で一番軽いので、これをすげえガスでパーンって膨らませてるのよ。だから軽いのよ。だからもしかすると、アディオスプロの方がちょっと重いじゃん。うん、アッパーのせいなのかもしれないけど。だから、ナイキのズーム X の方が、ペバを限界までガス注入する、
技術は高いのかもしれない。ただ入れすぎると今度耐久性が落ちると言われております。まあそんな Zoom X にプレートが、はい、ちなみにナイキさんはここを削ったんだそうね、アディダスはここを削ったけどナイキはここを削ったんだ。ここいらなくね。いろんなところ削ってきますね。はい。でちなみにこれはですねフライプレートというですねカーボンプレートが入っております。まあおなじみですよね。はい。あんまね僕ナイキ知らないというかどういう形状とかってあんま知らないんだけど、やっぱ厚底が流行った時には履いて、まあ、僕も部長も結果を出したシューズだし、ここ最近の実績で言うと、僕は東京マラソンで自己ベストタイを出して、先日の佐賀桜マラソンではこちらのシューズで優勝しました。まあ重さはだいたい 26.5 センチで186グラムぐらいだったかな。なので、まあ、メタスピードスカイの方が、スカイパリの方が若干軽いかなというような感じですね。僅差というね、正直。履いてわかるかって言ったらわからん。うん。まあ、そんなシューズなんですけど、先ほどちょっと履いていただきましたけど。いや、やっぱね、どうアッパーがいい。ああ。この、柔らかい。うん。履いてて気持ちがいい。だって、スキスキだもん。アディダスとかずっと履いてるとアディダスはやっぱ硬いから、ここがアッパーが。かつ俺ここ親指のところ靴シューホールに当たってちょっと痛みが出ちゃったんだけど、これね考えられてるぞ。こう斜めってるから親指のところは絶対に怪我しない、靴擦れしないよ。あ、確かにね、足逃げる時ってこういう風にさ蹴り出すから、だから多分ねこれ足の動きめっちゃ再現されてる。ここもさヒールもまっすぐじゃないんだよ。こうだからこう入った時にちゃんとこう流れるようにって硬い部分がちゃんとね考えられてると思う。ちゃんと足のねじれを。そう、じゃあアッパーは結構ナイキすげえな。アッパーもちゃんとそんなにこだわってんだ。逆を言えばこっちの方がアッパーも速攻破れそうじゃない。まあ確かにね。でアディダスだとちょっと補強が多いから耐久性を高めてるんだと。だ履いてみたいのエボワンじゃない？エボワンのアッパーがどうなってるか。あ、履いてみたいけどでもあれ高いじゃない。誰がおすすめできますかっていう話を。いいシューズだけどコスパ的に。うん。はい。ということでね、まあこれはですね、どう履いてアッパー以外は。いややっぱね久しぶりにベイパーを履いたけどいいなと思って。何が？何がいいって分かりづらいよね。でも、なんかいいみたいな。そう、履いてて気持ちいい。ちょっと履いた時にやっぱフィット感はいいし。あ、まあ、フィット感なんて俺気にしないんだけど、あんまり。俺なんかさ、この履いてたらさ、結構この中足部ぐらいになんかバネがある感じがするんだけど。中足部で押してくれる感じが。なるほどね、なるほどね。でもなんか全体的にはそんなに柔らかくない。俺、ベイパーってさ、前足部が結構薄いイメージがあるの。うん。これ今作と薄くなってる。もう波。どうなんですかね。でも、俺、ベイパーの初代、ネクストパーセントの初代、最近手に入れたんだけど、それと比較すると、厚い。あ、そうなんだ。じゃあ俺良くなってるかも。これ好きかもしれない。俺、前作の、ネクスト2で自己ベストは一応出してるんだけど、今ネクスト2たまに履くなよ。薄いなと思う。そう、薄いなと思う。それね、いいあれでしたね。なんとアディダスの匠1000、はい、あれとベイパーの初代は厚さが同じらしいので、結構今で言うと中速中厚そのシューズになるらしいですね。そういうことは言うの？ネクスト2。たぶん。へぇー。ネクスト2だったかな。ちょっとその辺はね、間違ってたらもしれない。今履くと俺、ネクスト2でマラソン走れる気しないの。なんか、薄くて。心配になる。ちょっと心配だね。ソールは泣けんじゃないかみたいな。小石踏んだ時にちょっと感じそう。まあ確かにね、そうだね。薄いよね、こっちが。そうそう。だからね、で薄いからこそトラックでも俺は履こうと思ってたの。じゃあ当時から薄いと思ってた。まあそう、だから俺はトラックでも全然履けるシューズだなってずっと思ってた。まあ今やっぱりこのもっと分厚いのが出てきちゃってから、そっちをずっと履いてるとさすがにちょっともう戻れない。40マジックとか履いたらもう俺終わりよ。足折れる。うん。10メートルしか走れない。
すごいよね、でも人の足って。慣れるんだね。そう、慣れですよ。だからこそ俺も靴ずれ起きやすくなっちゃってるのかな。比較すると、まあ、どっちがいいとかはないけど、でもね、俺、今ちょっと軽く履いた感じ、これでマラソン走りたくなった。やっぱ履き心地いいし。あんまりそのソールの感覚に違いはないかな、アディオスとペーパーで。ああ、じゃあ、高速具がこう、こっち結構ガッシリ、こっちはもう柔らかい、パッパで靴下みたいな。そうね。そうそう、靴下履いてる。うん。で、ソールの感覚は一緒かな、正直。なるほどね。はい、ありがとうございます。いい動画に。値段だよ、やっぱり。安いじゃん、アディオスって。確かにね。5000円で買えるってなかなかないよ。で、これ3万円ないでしょ。3万4000円ぐらいじゃん。さすがに3万4000円でこれを買おうと俺思う。買うかもしんないけど、金ができたら。やっぱ俺はね、どうしてもやっぱり、いい状態のものを履きたいから、これワンシーズン使ったら終わりとかじゃなくて、俺ワンシーズン2足こう、前半後半みたいな。で、俺前半俺、青いやつ使ってたじゃん、あります。で、後半用でこれ買ったのよ。で、青いやつどうしたの？あのトレーニングに下ろした。え、じゃあもう来シーズンはもう青いやつ廃棄。距離走用に今度は。え、何3軍まであんな。3軍よ。3軍なんなら4軍まであるよ。4軍は何よ。4軍はあの軽い距離走、あの企画の引っ張りをするとか。ああ。あんまり負荷の高くない40キロだけどちゃんと垂れないようにしなきゃいけないやつ。垂れてもいいときは俺ボストン。自分の練習で、まあ、垂れてもしゃあないやって時はボス。じゃあ、1年で2足はレーシング買うってことか。にはしたいなって思ってる。じゃあ、だって、ちょっと劣化したシューズと、まあ、やっぱ新しいシューズって、やっぱこの反発全然違うぜ。そうなの？うん。で、それはやっぱ感じるから、ちゃんと2足は欲しいなとは思うけど。で、そう考えるとやっぱ高いから、2足買えないの。であれば俺こっちの2足の方がいいかなって思う。価格はでかいね。確かに高すぎる。ナイキさん。ナイキさんお願いします。ちょっと安くしてくれ。いいシューズなのに高いってね。そう。この中で出たのがこれよ。これは何？じゃあ企画破壊。さすが日本のメーカー。そう、やばい。だから俺は大好きで。案件くれよってだから。あ、だってさ、まず何より、性能とかどうとかじゃなくて、こんだけ注目度集めて、あのアシックスの本気と言ってきたのに価格が2万円だよ。やばくないって。だって多分、もっと高くしても絶対バレなかった。そう。しないでねって思うけど、3万円で出してもみんな買ってたよ。こんだけアシックスが力入れて、プロモーションまでして、川内優輝選手も結果を出して、はい、なんなら前の花火選手も追随して結果を出した。そこで出たモデルと。それが、なんと価格が2万円だよ。2万、ん ?7000 円 ?5000 円。7000円もらったよ。安いでしょ。そう考えたら。どう考えてもね、安いのよ。まあ、高いけど。けど、普通に考えて3万円台でもみんな買ってたよ。その中、ちゃんと2万円台で出してくれたのは、俺、もう、すげえなーって思う。アシックス。どうなんだろう、海外とかだとさ、逆にこっち高いのかな。ああ、日本のブランドだから安いのかな。そうじゃないのかなって。これ、ね、これでも実際輸入してるわけじゃないよ。でも、ライセンスでやってんじゃないの。あ、違うのかな。どうなんですか？俺、輸入してるから、その、関税とか、円安とかの、円高円安とかの関係で。でも、メイドインチャイナだから、どうなんでしょうね。もしかしたら、ナイキで、もともとナイキはアメリカだから、アメリカ用の市場価格にした。で、それに合わせて、日本でも同じぐらいの価格。その辺ちょっとわかりません。でも、俺のイメージだと、あの、向こうで販売してるやつが、まあ、ドル建てじゃん。だから日本に入れた時に円安だから相対的にすごく高くなっちゃう。向こうで200ドルで売ったけど、200ドルまあ昔で2万円ぐらいで、今こう円安で150円、1ドル150円になっちゃって今で、アメリカ市場に合わせてるってことですよ。そういうことですか？まあそういうことですね。じゃあとにかく価格が安いっていうのはびっくりで、これ買わざるを得ないなと思って。僕はね、抑えてくれたのは、市民ランナーとしては、うん、すごくありがたいですね。2足買って5万円ですからね。そうね。アルファフライと一緒だよ。いや、ちょっと違う。ちょっと違う。まあまあまあ、でもなんか、ほぼそんな感じよ。感覚としてはね、
感覚としては。で、こちらちょっと説明すると、今回あなたが購入されたのはスカイパリですね。はい、スカイの方にしました。で、スカイの方に関しては、まあ、ストライド向けと言われてて、まあ、どっちかというと、こう、しっかり、重心がしっかり真下に乗ってくる。真下設置のストライド走行の人は多いと思うので、まあ、しっかりとグッと踏み込んで、ブイーンって潰して、パチンと跳ねるっていうような、作りになってるのかなと思います。まあ、一方、エッジに関しては、ピッチ走行向けということで、まあ、結構全体的にこう、コロッと転がって、スパッ、スパッ、スパッと回るような、性能になっていると言われておりまして、まあ、世の中的には結構、エッジパリの方が人気モデルと言われておりました。結構、巷で言われてたのは、比べると、今期のスカイパリに関しては、ナイキでいうアルファフライト。で、エッジパリに関しては、ペーパーフライの感じで買うと分かりやすい、伝わりやすいですよって言われておりました。確かにね、そんな感じするわ。そんな中、あなたがスカイパリを購入されたということで、はい。まあ実際なんかやっぱ違いを感じましたかね、すごく。全然違うよ。あの、スカイって、今作のスカイとエッジは。前作のプラスのスカイとエッジは、正直違い分かんない。あの、目隠しして履いても多分どっちか分かんないレベル。だけど、今作は目隠して多分分かるよ。どの辺が？やっぱあのコロンって転がる感じはエッチあるし。前作はなかった？前作はどっちも転がる？どっちも転がんなかった。で、今作のスカイは？別に転がる感じはないかな。柔らかい。柔らかいし、感覚として伝わるかわかんないけど、常に走ってる時にスタブロの感じる感覚、常にスタブロがある感覚。パワーポジションに入ってる。そうだから、蹴り出しがいいというか、感覚がある。あ、じゃあ、近いんだ。え、近くない、全然。こっち多分エッジに近い。エッジ、パリ。え、これは？これは、だからもう常に。え、でもそれ、この状態でさ、スタブロの状態で転がってるやん。あ、違う、あ、転がってるんじゃなくても、こうさせてくんないってこと？そうそう、反り立ってるのよ、もう常に。そうなんだ。だからもうこの状態で、パーン、パーン、パーンって足が行く感じ。じゃあ、ハイヒールの柔らかいバージョンみたいな。ハイヒール、ハイヒール。ああ、まあね。そう、ハイヒールは、ここだけしかないけど、なんか、そこをしっかりこう、ある感じ。あ、だからあれだね。あの、スタブロでいいじゃない。スクワットを、あの、筋トレ用のシューズってさ、結構この、つま先をさ、上げる。筋トレ用のシューズなんてあるんだっていうか。あるんですよ。ウィート用のシューズがあるんだけど。普通なんかこうやって上がってんの、側部が。あ、そうなんだ。そう、かかとが。それってなんでかっていうと、この側関節ってさ、めちゃくちゃ硬くなりやすいからさ、うん、足関節、足首。だから、こう、あえて上げさせて、あの、しゃがみ込みやすくするみたいな。うん。いうふうに作られてるんですけど、それだね。それだね。僕はね、結構、その感覚はなかった。あ、スタブロの。うん。だけど、めちゃくちゃ柔らかいなと思った。パシュン。なんでな、こう、力がこう、ふわって抜ける。あの、無重力クッションってあるじゃん。ハニカムポーズ。はい。あれの上で走るとこんな感じなんだろうな、みたいな。いい意味でこう、吸収してくれる。あ、ほんと。重さを。俺はそんな感じがした。俺ね、アルファフライに近いなと思ったのは、ここ。親指、押し切る。あのところがしっかりね、あんのよ、そのソールが。これ、むき出してんじゃん。あの、なんだろう。確かに。こうやって見ると分かるよ。で、ここのね、五子球の部分がね、すごいね、多分盛り上がってるのかな。だからアルファフライのエアポッドに似てる。で、ここでも、しっかりと厚みを感じれる。なるほどね。ただ、これ結構その辺好き。やっぱり、もうこの動画で何回も言ってるけど、俺、前足部までソールが分厚いの好きだって言ってるじゃん。これちゃんとそう、こなしてる。クリアしてるし。これあれだね。もう剥げてるね。ほら。これ剥がしちゃいね。実際今日、佐賀桜マラソンで履いて、2時間41分でした。それってどうなんの？シューズのせいではないと思いますよ。だけど、合わなかったなっていう感じはある。その、前、なんか、ライブ配信で言ってたけど、アッパーは行ったんだっけ？この、シューズのソールのね。うん、難しいね。でも、佐賀桜マラソンだけで判断したくない。もうちょっと猶予欲しい。うん、もうちょっと考えたい。
一応次のレースでもこれを履く予定ではいるから練習で履かずに臨んだから、桜マラソンでこれ、はいはい、やっぱなんかちょっと違ったなっていう感覚はあった、思ってたんと違った、そうちょっと思ってたんと違った、なんだろう、まあでもね、佐賀桜マラソンの時にまあね、後出しで言うのはかっこ悪いけど、まあ、調子よくなかったんであのもう当日からちょっともう無理そうだなみたいな、もう危険しよっかなみたいな、そうそうそう、だからそういう時には絶対に俺エッチパリの方が良かったから、なあなあで走れるエッチパリ、最低限の仕事をしてくれる、そうそう、もうそうじゃない時ってちゃんとフォームを固めないと使いこなせないシューズなんだって思ってる、これはね、俺あの自分の丸尾製作所 RC チャンネルでも言ったけど、ちゃんと腹筋を固めるとか言っちゃうね、そう、そういう時には絶対にいいと思うんだよね、で俺そういう走りをしたいなと思ったからこれにしたの、あ、だから反発が強いってこと、このガンガンで、その反発生かすってさ、上側がさにゃんって潰れちゃったら帰ってこないじゃん、だから上側も固めないといけないじゃん、で両方が固まってこそカーンって跳ね返ってくる、いやそれで言ったらお前が真下で設置するっていうのが俺が言う上半身固める、あ、引きつけるってことね、引きつけるっていうのは乗り込む、あ、乗り込む、そうそうそう、乗り込んだ時にはもう反発すごいもらえるなと思ったんだけど、その乗り込むためにやっぱりこうちゃんと意識しないと、上が固まってないと乗り込めないと思うんだよ、はいはい、腹筋締めて、まあ当然ですよ、だって重心が後ろに流れちゃったらさ乗り込めようがないから、あ、腹筋でこう持ってこないといけないんですか、だからそういう時には俺はアディオスプロとか絶対いいと思う、なあなあで走っても走れるシューズ、でもこれ一発逆転があると俺は思ったの、最後までじゃ持たんかったんだ腹筋が、いやだからもう最初から腹筋が締まったから腹筋刺激でいけばよかったのかもしれないけど、どうしてもやっぱりなんかこういう風につくべきシューズだと思うんだよ、うん、でも全速で、うん、なんならもうこうでラップで、なんならもうてか腹筋締めて重心が真下で取れてたら絶対にこうなるでしょさすがに真下設置でこうはいかないと思うんだけどだから重心が締まってれば少なくとも絶対にこう中速以降ではこう走ってくるから、こうなった時にこうパーンと跳ねる感じを俺はね味わったことあるのよ、それがいつ、あの案件やエンドルフィンの時さんね、そう、その時に俺はねこうでこうグングングンっていく感じがすごく感じて、うわこれめっちゃいいじゃん、今までアイディオスプロでナーナーで走っててなんかいいなって思ってたけど、ちゃんとこうぐんぐん行く感じあんじゃん、これちょっとなんかまた楽しいなって思ったの、この跳ね返り感、だからそれと同じかなと思って俺はスカイにしたわけですね、まあ今回はちょっとまだ乗りこなしてない、そうそうそう、だからちゃんと練習しても使ってもう一回レースに履いて、またこのレースでも悪ければもう履きますじゃああなたは次4月の20、あ、そうですよね、大丈夫、あの東北の方だから、青森桜マラソンに出場すると思うんですけど、はい、まあ、今回あともし履くって言うんだったらこれもカスとして、あ、いいの、じゃあ俺これにするそうなの、はい、結構そのぐらいいい、やっぱねアッパーが柔らかい、え、4月28、俺その時岐阜に行ってますえ、岐阜清流、岐阜清流、あ、出んの今年も、はい、なんでビヨンドの副賞で出ていいよって言われた、あ、そうなの、へえ、じゃあその時こっち貸してくださいよ、でもちょっと練習で使ってみていや俺もさ、だってもう買ったからには結果出したい、でもペーパーでも結構性能落ちてんじゃないのか、結構全然擦れてない、どんぐらいだ、30キロ走で2回、まあ10キロぐらいのインターバルで2回、あとはレースで2回、だからまあ100、200ぐらい、そうね、でもそう考えたらさ全然擦れてない、ね、すごいね、ソール結構強いじゃん、どこも擦れてないよ、ここは擦れて、俺結構じゃあさ意外と設置きれいなのかな、それはまだこれ60キロ、それはそれこれ50キロ、でもどれがさ一番さ使ったかって言われたら分かんない、すごいね、ナイキ高いだけある耐久性も高いんだね、でもやっぱナイキちょっと今回履いてみてやっぱいいなと思っちゃったわ、でもやっぱ安いからさ、俺それいいと思うんだよね、高いのはダメ、あんまり俺好きじゃないの、はい終わり、じゃあ最後サムネ、じゃあ
バーシップ。今日の企画何？目隠しで履いてもらって、どのシューズかっていうのを当ててもらおうかなと思います。あ、右と左でね、俺多分全然違うと思う。あ、もうわかる？ベイバー。じゃあとりあえず目を開けてみてください。